はい、こんちゃーす。レトルトと申します。風来の試練4実況プレイ、始めていきたいと思います。日を改めてやっております。脳が、かなりリフレッシュしましたが、いろいろ忘れてます。そういうちょっとね、なんか、あ、こんなもん持ってたなっていうのを若干確認はしたんだけど、なんかちょっと忘れてて、ちょっとふわふわした状態でスタートです。16階の途中からスタートだね。ゆっくり行こう、ゆっくり。まあちょっと、あんまり持ち物とかが良くなかったんだよな。ちょっと助けて助けて、よし、見てただけだったよ、あの女の子。助けてって言ってんのに、こっち。ちょっとね、保存とか、合成とかが引けず、アイテムも、あんまよろしくない状態ですね。外れた。よし。なんとか2発ぐらいで、倒せるようにはなったな。盾。盾じゃない、矢で。で、豚、こうしてくるか。よし。で、3発目。よし。石ね。で、豚の石な。持ち物が本当に持てない状態で、満腹度が今38だから、イカ寿司でも食べるか？持ってたよな。説明。満腹度が回復。これをね、食べるんだよ、寿司を。面白いよね。少し膨れた。膨れたはいいが、大してなんか、大してだな。あんま頑張って作った割には、みたいな感じですけど。で、バナナ入れといて、足元拾いましょう。もうすぐその場で、使う気持ちで。メッキ！いいよ、メッキいいよ。説明。持ってないのか。よし、ようやくこれで、腐らないね。お祓いの中に、お祓いじゃない、変化の中に、金の盾。これはね、メッキというか、メッキになるから、これを混ぜればいいから、メッキは剣にしとく。普通は盾に先すんのがいいんだけど、まあ、あえて剣に行きましょう。はい、メッキされました。ちょっといいものが久々に拾えましたと思ったら、すぐこういうのがすぐ来ますね。よし、いいよ。あー、女の子にやめて。エドナちゃん、体力は少しばかり疲れてきた。ああ！あ、忘れた。これを毎回忘れちゃうな。ちょっと、しっかり覚えつつ、リフレッシュしたからね。メッキ拾ったな、嬉しい。2発。あー、デブタン、石でいいな。あー、石使っていこう、石。石を装備で。デブタンの石はね、射程がそんなに長くないから、そこまでいいとは言えないんだけど、カラクロイドか。これ外したらね、罠が発動しちゃうっていうね、恐ろしいものであるんだけど。石。石で、素振り。あ！めんどくせえな。よし、これでいいか。あんまり持ち物が拾えなかったね。夜まで待ってもいいんだよね。来てるなデブータ。仕方ない。あ、倍速。まあでも経験値自体は美味しいですね。石投げて、クソ。よし、一発だ、すごい。ほい。よし。やっぱ攻撃力自体はかなりあるね。そういう意味ではちょっと、いいんだけど。レベルもそんな、それなりに高いしね。武器盾も成長はしている。もうちょっとでしかも進化する。夜になんないかなぁ。行きますか。あんま待ってても仕方ないような気がするし。松明はそういえばどうなんだろう。敵多いなぁ。松明は、何気に1個か。OK。2発でしょ。投げて、あ、くそ。今回外しやすいんだよね、輪とか。物を投げるものがね。夜になりそうだな。矢か。木の矢、いいですね。矢はボス戦とかにかなり有効だから、よっしゃ！
よし、しかも5だ。よし、日を改めてよかった。そうだな、杖をついばむモンスターが今後出てくるから杖は入れといて、やっぱここら辺は重要。あー、よし、持ち物のストックが、4つぐらい空いたぞ。あー、危ない危ない危ない。夜になる前にフィールドというか場所だけは把握しとかないと。これね、ここでも当たるんだよね。そこがデブタの石の矢よりいいとこですね。はい。はい。二発だ。防御力高くなってても二発。あ、話しかけないと。よし、防御力。いいよ。はい。よし。いや、でも、攻撃力的にはちょっと女の子。よし。エトナちゃんこっちだよ。夜になりそうですね。石か。しかも普通の石か。レブータの石だったらまだしもな。今さらこの火力だといらないですね。普通の石投げりゃよかったかな。では。よし。夜になりました。とりあえずいい松明をつけて。お。じゃあ、おいでよ混乱波。ほい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 。こいこいこい。よし。ルームサイクロン。これで、かなりレベルは。ほい、ほい、ほい。きたー。レベルうまいね。なんで1ポイント今回復したんだ。これうまいですね。持ち物拾えるから、でもこれでもすべてのマッパ見たのかな？なんかね、ちょっとこれ時間を待ってると、この遺跡なんか変な中ボスみたいなのが出てきて、そいつが経験値美味しかったような。あ、この部屋があるね、まだ。でも落ちも直してないかな。でも保存の粒拾えたからな。こっから合成とかが来ると、任せます。任せます。よし、ナイス。大丈夫？元気いっぱい。そんな元気いっぱいじゃなさそうだよね。寝てるとね、攻撃しないんだよ。しないんだよね。ルームサイクル乗ってみるか。広いしね、ここ。痛いか。モンスターが、なんか落とすことを期待しているんですが。いいぞ、これは。よし。うまいな、経験値。これはここで、うぅ！あー、61。回復したいな。機械の矢。エドナ先輩にちょっと守ってもらいつつ。エドナ先輩、強え！エドナ先輩、マジパネっす。あーやあー最悪だ。しかも、松明も切れたし。松明持ってないっけ？松明ない状態マジ危険なんだよね。不意の一発でやられちゃうことがあってですね。ミドナちゃんに守ってもらいたいな。あ、夜明けちゃうな、これ。ルームサイクロンして、次の階に行って、あー、ここでおいでよ混乱波をやってやりたいとこなんだけど、それやるとちょっと松明ない状態でダメージを食らうと本当に危険なんで、まず普通にルームサイクロンして、索敵いない。ここでもルームサイクロンして索敵、もうどんどん使っちゃおう、昼なるし。モンスターいねえんだけど。おお、最大満腹度がダダン。あ、痛い。じゃあこれは大貫通ドドン砲、後ろいないか。あー、あと一歩でできたのにな。あー、まあでも松明もない状態だったし、よしとしますか。もうお金ばっか、お金ほんと勘弁してほしいわ。ほら、よし、自分で倒せたのがでかいね。もうちょっとで成長だぞ。
デブータの石がもうなくなったね。じゃあ普通にここは石を投げていきましょう。12ダメージか。最後の罠作り。と、壺だ。あ、こっちにも。あ、自分で倒したかったです。よし。龍山刀、11強さ。トカゲ入りの長剣からアップ。ドラゴンに剣に与える威力がレベルアップするために上がってるようだ。これで、今後ドラゴン出てきた時にね、バーンって倒せるようになるはずだから。ただね、他のやつもつけていきたいよな。ちょっと待って、これ一応、ギタン砲400か。400だったらいいかな。来た!よっしゃー!ようやく保存の壺が揃ってきた。ここに来てだよ。そうだな、明かり。ここら辺かな?ほい!よし、強い!めっちゃ成長してる。これ大満足の盾が成長したら、これさらにでかいよ。お腹が空きすぎて。お腹空いてんのか。ちょっとそろそろお祓いの壺を割りましょう。じゃあようやく余ってきたからね。オッケー。これで、あ、保存の壺ちょっと、どれがいいかな。素早、ドラゴン層を取り出して、バナナだけ入れよう。焼きバナナで、バナナは1個食べます。はい、いいぞいいぞ。ようやく運が回ってきた。外したけどモンスター多いな。よし、こいつから倒そう。よっしゃ、石外す。よし、相手も外した。オッケー。デブータの石か。またデブータの石か。デブータの石の前に普通の石を使っちゃいたい。この状態で外すと封印の罠が発動するんだよな。最後の罠作り。けなげなやつめ。石外す。よし、あの召喚スイッチ、罠を召喚スイッチだけは踏みたくない。壺だ、合成来い。水亀なかなか使いこなすにはね。でも水がなかなか出てこないから、すごい松明、助かります。また?水亀。いい加減にしろよ。もう、前半は蔵の壺ばっかだったからさ、次は水亀っていうね。パコレプ一発ってすごいな。よし。デブータの石が逆に美味しくなってきたぞ。石も一個。水を汲める場所がそもそもねえんだよな。フロア1個かな。なんもない。よしよし。あ、壺嵐か。よし、びっくりした。 NPC かなと思って、こんなキャラクターいたっけみたいな。結構順調だぞ。順調にレベル上げもできてると思えばいいですね。行きましょう。そろそろ、あー、モンキービレッジまでたどり着いたな。モンキービレッジ店あったよな、確か。来ました。ちょっと頼もしいお言葉聞かせてもらいましょう。行くのじゃ、奴の王宮ゴールドパレスへ。オッケー、ありがとう。そんなことよりもお店ですよ、お店。サルちゃん、できれば合成の壺も欲しいけど、正直できればやり直しそうとか、復活の草が欲しいです。ない。しょっぱいな。結構しょっぱいな。影縫いの札とかほんといらないわ。黄色バナナ買いましょう。ここでね、復活草とかがあればもうちょっとワンチャンあったんだけどな。持ち物いっぱい?ちょっと待ってね。待って、ウドゥルーがいる。ウドゥルー。何がウドゥルーだったんだ?水亀が1個ウドゥルーだったのか。
これ売れないの？これいらないんだけど、ヤミンドゥル、これいらないんだけど本当に邪魔だなぁ。覗くってあるってのがもうウケるわ。バナナの皮、あーバナナの皮持っといた方がいいんだよな。ちょっと石一個、これは売って、ラブラドライトの腕輪って何なんだろうな。多分なんか、なんか余計ではあるんだと思うんだよね。ゾワゾワ札、混乱札、影縫い札って持ってんのかな。でも影縫い札ってそんないらないんだよね。買います。ここはすごい松明かな。松明ないと本当に困っちゃうからね。いやでもこれ以上買えないんだよな。欲しいんだけど、バナナの皮が結構なんか大ボスに効くっていうのをちらっと見たので、水亀がもうちょっとそれ使えるかってちょっとあれだから売っちゃいます。まあ、これ結構使う方法は正直あるんだけど、今はいいかな。多分この冒険ではそんなに使うもんじゃないと俺は思う、多分ね。で残った6000ゴールド、とりあえず鍛冶職人に、鍛えてもらいます。一回しか多分無理だよな。ちょっと下がっちゃったから、大満足の盾もうちょっと防御力上げてもらおう。結構防御力大事だと思うんだよな。俺は盾の方が大事派なんですよね。やっぱアスカやってたってのがあって、材料切らすな、あと5回やってくれよ。本当にね、もう1回ぐらいやってくれていいじゃん。てか今回店運が結構悪かったな。もうちょっと、もうちょっと良ければな。これ開けちゃって混乱の巻き、あーでもくすんだ金の盾も欲しいんだよな。はい。さあ、こっからね、イーグルバリー確か崖の上のとこだったよね。こっからモンスターがすげー強くなります。あと剣豪が出てくるんで、弾き飛ばしが凄まじく怖いですね。真空切り、いいの来るね。早速どうする。あ、そうだ、これを投げて、闇ウンドゥルは夜しか生息できないからすぐ死んじゃうんだよな。慎重に、うわ来たよ。あ、待って、これ直線上、セレクトだっけ、セレクトじゃない、スタート、スタートじゃない、見れないのか、うん、直線上じゃないな。こいつ本当にね怖いんだよ。こいついた、あー混乱刺し、混乱刺しっていうのがなんか相手は力つきながらもなんか大ダメージ&混乱させるっていう技を使うんだよね。本当にうっとうしい。投げる、うわ出た、大丈夫、いた、治った、大丈夫、効力いいよ、私なら大丈夫です。そんなこと言ってちょっと痛かったんじゃない、今の混乱のやつ。金縛り来い。あー、バンドか、あ、あちょっと待ってね。よしよしよし、再開。魔導の杖ね、正直悪くないんだよ。影縫いがそんなに俺の中では使えると思っていない。変幻の壺、でも飛びつきはいるから、まだ持ってたいでしょ。癒し層も1個はないと怖い。一時のいいでしょ。素早さ層は2個ぐらいは持っときたい。鈍足吹き飛ばし、雷光。雷光どんどん使っちゃうって手はある。明かり、ドラゴン層、高飛び層。ドラゴン層そんなにいるかなみたいなとこあるな。あと、ラブラドライト。これ何なんだろうな、ラブラドライト。力よりラブラドライトの混乱避けとかの方がいいんじゃないかっていう説はあるんだけどね。ちょっとこれ置いておきましょう。戻ってくるわ。来た、剣豪。
こいつ腹立つから、でも今はガチれるか。ほい。強いな。これでも、攻撃力が高いからなんとかなってるだけだからね。場所によっては盾を弾かれて、盾ロストなんてこともあるから、本当に気をつけてやんないと、この冒険が終わってしまいますよ。NPC か、珍しいな。ここで NPC、デブータの石を投げる。デブータの石を装備しておこう。投げる。倒す。ガマラか。ユドナちゃんお願い。二人で倒そう。よし。NPC ちょっと行っちゃったな。後でまた来よう。こいつがね、杖をついばんで消化しちゃうっていう、杖の回数を消化しちゃう史上最悪のモンスターなんだけど。あ、空中飛んでくんのか。よし。あー、かわされた。からでもう一発攻撃、よし。空中剣とか合体したいな。んー、ガマラか。よし。なかなか石悪くないな。飛び道具装備してない。ああ、倒せたのか。二発か。デブータの石装備して。まあ、松明はもういいかな。もうこんなにこれ。ヒーラーよ !300 であなたのヒットポイントと力状態、異常回復。状態異常も特にかかってないからな。来た!どうしようかな。こんな感じでいいかな。攻撃力がバリ高です、こいつ。下がろ。大丈夫?死なないで。矢とかもな、場所が悪いな。よし、ラッキー。こいつは、黄色いバナナを焼いてくれるからいいんだけど。混乱してんのか。来た!エドナも上がった!はっ!よし、こっち行ってみよう。ヒーラーか。もう中ボス戦のとこに来てくれよ、本当に。また松明か。すごい松明がもう2本あって、いい松明も1本あるから、今はもういい。ああ、そっか、ドラゴンキラーがあるから、これで一発なんだな。よし。これは結構、もしかしたら、稼げる。いや、それはちょっと言い過ぎか。あ、剣豪来たな。ああ、しまった。何してんの、もう最悪だ。何やってんの。ごめんよ。ああ、最悪だ。これはもう、嫌われてしまう。あー、ごめんよ。置いて、ちょっと、もうちょっと、もう今回戦わなくていいんでね、俺に任しといて。ほんと申し訳ない。あ、ちょっと待って、ニセトロの調子が悪いな。ちょっと待ってね。ヒーラーか。力とかがね、減ってたらよかったんだけど、2発って考えると結構経験値美味しいな。これ良くないな。ちょっとこれ本当に良くない。これはなんとかしよう。魔導の杖だと、混乱睡眠ワープだから、いいね。来た。多分混乱状態だと、特技使わないんじゃないかな。どうだったっけな。ちょっとわかんない。使うかもしれません。使ってたらちょっとやばかったかも。痛い。
結構レベル上げしてもいいのかな。いや、ここで縦ロストしたらあれだしな、やめとこう。いきます、イーグルバーディー。20回、20まで来たな。前回は30回で死んだわけだ。変化、また変化か。二人で、お、怖い。いや、しゃ、フグギターだったのか。やばいな、ヒットポイント怖え。あー、移動速度か、くっそ。変幻の壺が3、4、矢でちょっと行きましょう。うん、これ何なんだろう、力の方がいいのかな、どうなんでしょうね。ちょっといい松明を置いといて、さあ3度目の正直ぐらいの変幻の壺だよ。そろそろ保存の壺をもう1個ぐらい、開けて変幻の壺、変幻の壺を割りたいとこだな。この変幻の壺を割ってもいいかもしれないな。さあ、変幻の中に保存なんていう神がかったことが起きないかな。あー、なんか来てるよ、本当に。剣豪が来てんのか。倍速で攻撃されちゃうか。これどうやってももう攻撃されちゃうね。変幻の中見てみるか。力の草くす、ん？これは、持ってるやつか。ん？足元にあんのか？まあ、いいや。え、ん？変化。あ、くすんだ金の盾が2個あんのか。ラブラドだよな、これあんまいらないな。これ開けちゃいましょう。どうしようかな。64を食らうことはないと思うんだよね。そっちに攻撃する、いた、よし、大満足。強さ4、ヒットポイント5の印がつきました。ほうほう。で、暴力19だ。前回より高いんじゃないのこれ。じゃあこれは変化を1個、いらない方を、これ今作った方を投げて、積んだ金の盾、普通の黄色いバナナを食べる。よし、力の草は飲む。よし、まあ悪くなかったかな。バナナの皮欲しいっちゃ欲しいんだけど、雑草、混乱、これもいらないんだよな正直。これも割っちゃおうか。混乱だけ欲しい。まあせっかくだから雑草は飲んで、混乱の巻物はいるでしょ。角盾、いい松明、ラブラドライトはもう今持ってるからいらない。バナナを持っていきたい気はする。焼きバナナが2個、お腹すくかな。影縫いとちょっと交換してバナナを持っていく。よし、だいぶ捨てたな。断捨離ですよ、断捨離。こっちが行き止まりだから先見ていくか。なんもない。ここでちょっと回復しようかな。大丈夫、元気。ほんとか、やばい。あ、でもドラゴン、ギャドンはドラゴンじゃないのか。これね、回復、この、なんて言うんだろう、足踏みの回復って、今回なんか、すごい、なんか、効率が悪いらしくて、なんて言うんだろう、掛け率が悪いというか。で、しかも、なんて言うんだろう、50以上とか、ヒットポイントが、ある程度回復したら、さらにね、回復が遅くなるらしい。あ、くそ。
もう一発あったか。ガマラ。危な。おー、ありがとう。よしよし。お金持ちやな。金だけはある。はい。よし。さあ、こっからだぞ。やだな、嫌なやつ来たな。うわぁ。嫌なやつ再び。うわ、危ねえ。倒しちゃう。よし。これで後ろに、敵とか空だったらもう終わりだからな。よし。すごい松明、すごい松明。バナナの皮。強くなったドラゴン装備外し。うん、まあいい、装備外し。呪われてるんだったらまあいいんだけど。これが何なんだろうな、この腕は。よし。装備し直し合ってるよね。合成とか来てくんねえかな。持ち物の圧迫も。できれば俺が倒したい。もう一段階アップ、パワーアップするんだな。木の矢。ここが出口か。あ、こいつはドラゴンだから一発で倒せんだよな。あとバナナを焼いてほしいっていうのもあるんだけど。さあ、いいアイテム来てくれ。アイテムなし。いいアイテムよ。いいアイテムよ。寝てるね。2発かな。ああ、3発だった。うん。ああ、魔導の杖が。しまった。外に出してた。うー。これは本当にいけないね。結構強いからな、マードの杖。睡眠とか、混乱パッとできるって結構いいからな、うん、反省です。反省します。ガマラか。よし。この金を生かすとこがないんだけど。ゾワゾワの札。いいね。ゾワゾワ結構いいからな。誰？打つか。よし。あー、魔導の杖が結構ショックなんだが。やめてあげて。よし。値を上げたりしませんわ。すごいな。頑張る。頑張る女の子か。じゃあもういいかな。行きましょう。じゃあとりあえず今回はこれぐらいですかね。ご視聴ありがとうございました。ちょっと装備的には保存の壺も結構拾えたし、武器防具も育ったんで装備的にはそんなに悪くないかな。あと合成の壺とか保存の壺もう一個拾えるか、そこにかかってくりますね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回に次続きます。金縛りの杖も欲しい。